ティボルクランパはハンガリーの卓球選手。1970年代の世界最高の卓球選手の一人と言われている。イストバン・ヨニエル・ガボル・ゲルゲリーと共にハンガリー卓球三重子と呼ばれた。1969年から1985年までで彼はハンガリー選手権でシングルス9回、ダブルス11回。 混合ダブルス5回の計25回の優勝を果たした。世界選手権では1971年の名古屋大会でヨニエルとのペアでダブルス優勝、1979年のビョニアン大会で団体優勝を果たした。またダブルスでは1973年のサラエボ大会、1979年のビョニアン大会、 団体では1981年のノビサド大会で準優勝を果たした。1983年の東京大会は不参加であった。ヨーロッパ選手権でも1974年にヨニエルとのペアでダブルス優勝。1978年、1982年に団体優勝。1981年のヨーロッパトップ12で優勝している。 晩年の1988年に行われたソウルオリンピックではシングルスで4位となった。息子が1人、娘が1人いる。おいのアンドラス・ポドピンカはベルギー代表選手である。ありがとうございます。